そんなね収入がね低いとかって言い出したら俺あの大学の時にバイトしてた教育商材のねなんかこう俺は大学入った瞬間に「さあバイトやるぞ」って俺はなんかこう人前で話したりすることがそんなに苦じゃないからセールスマンってい一回やってみるかと思ってスーツケースいっぱいに通信教育の機材みたいなものとかドリルとかいっぱい入れてで家を一軒一軒ピンポンピンポンで回って「すいません何とかというものですけどもえお子さんの学力を上げる何とかっていうやつをやったんだよ。 3日ぐらいさ回ったんだけども、まあ、本当に辛かったねあの。目の前でドアを閉められるというかもうドアを開けてもらえないというかインターホン越しに断られるというか怒鳴られるというか水をかけられるというか本当につらくてなんかその時に自分のあったようななかったようなプライドがもうぺっちゃんこになっちゃって生きていくのが嫌になってで帰ったら帰ったで。 バイト代さ払いいたくないわけだよそういう会社のセールスマン雇ってる人らっていうのだから契約取れずに帰ってきた人間をもうねゴミのように罵るわけだよねで罵って早く辞めさせたいんだ何とかしてこの会社が嫌で出社拒否にしたいんだよ稼げないやつは稼げるやつってのは2日目とか3日目ぐらいでもうある程度数字出してくるかもしくは最初から諦めて自分の親戚回って頭下げてちゃんと契約取ってくるんだよ。 そこら辺野党方も見てるからさそうやって何としてでも契約取ってくるやつとか親とか兄弟に頭下げても契約取ってくるやつっていうのはそいつが契約取れなくなるまで勝ってるしそうじゃない俺みたいになんか真面目に回るしか思いつかなくて毎日毎日あの契約件数ゼロで回るところに地図渡されるんだよ。で本当に一件一件それをチェックして潰さなきゃいけないんだけどそういう,うなことをやったやつは本当にボロクソに怒鳴られてで俺はなんか3日目ぐらいでもうその会社に帰るのが嫌で。 その商材のカバンを会社の玄関に置いて逃げ帰って本当は2日分のバイトだよ3日分かもらえるはずだったのかもそれももらえずに逃げちゃったことがあったんだけども。